高いんですけれども、いつもはちょっと残念ながらですね、たくさんのお客様がお越しなので、ちょっとご遠慮いただいているというところなので、皆様は今日は思う存分撮っていただくということです。大体ですね、200人以上のご応募が毎回あります。ですから大変ラッキーでいらっしゃるということと、それから加えてですね、今日雨降りましたですよね。で、朝は雨だったんですけども、さっと上がりまして、で、うちの職員がバラをちゃんとまた手入れして、鈴子を少しささっと払ったりしまして、最も美しい状態にしております。こういうふうにこう晴れるってことも神様の日頃の行いがいいんだと。受かるっていうのもそうだけど、晴れるっていうのもすごい。バラはそして水を含みまして、最高に美しいです。それからライティングもですね、その日一番美しいバラに当ててます。で、毎日毎日そういう風にしてます。微調整して、そこら辺も見ていただきたいのと、あとですね、近くのライブカメラが実は洋館2階から撮影してますので、それ31日まで配信してますので、スマホでちょっとチェックしていただくのもいいかなと思います。それからですね、バラと洋館っていうと、まあ大体ここで撮りたいなっていうところ決まっちゃうんですけど、ぜひ譲り合ってですね、皆さんがまんべんなく撮れるようにしていただけたら嬉しいなと思ってます。で、日本庭園の方もですね、ライトアップすごくしてまして、鏡のように見える池に樹木が反映している姿とか、滝がこうライトアップされている姿とか、それから石積みなんかも工夫してライトを当ててます。それから渓谷なんかも、普段昼間だとちょっと見逃しちゃうようなところもとても美しくライティングしてくれていますので、そこら辺も取りどころかなというふうに思っています。一番最初はですね、30分で交代っていうふうに言ったんですけど、皆様のご要望で、それだとなかなかもうセッティングしたらすぐ帰るようになっちゃうから、1時間にしてくれってことで、去年は1時間で、去年の皆様のご意見を反映して、20人だと少ないんじゃないかと、30人ぐらいに大丈夫だよっていう優しいお声がありまして、今年は1回につき30人、そして1時間っていうふうな枠組みをしております。で、お帰りの時はですね、アンケート調査またさせていただきますので、どうだったかっていうことを私たちにぜひお声を聞かせていただいて、より良い会にしていきたいなと思っています。それからそのライトアップ
会でアップしてくださったりとか、お寄せくださったりっていうような写真はどんどん載せていきたいと思ってますので、それもご協力いただけると嬉しいなと思ってます。夜ですので足元気をつけて、怪我なくしちゃったら止まらないので、ぜひそこも気をつけて撮影会してください。そうですね、今55分ですね。そろそろですね、前の回の人たちが引き上げてくる頃だと思います。それが済みましたらご案内しますので、よろしくお願いいたします。何かご質問ございます？いや、まだまだ終わった後にですね、ぜひライティングをこう見ていただいて、本当に美しいので、お喜びいただけるんじゃないかなと思ってます。まもなくでございます。走らずに転ばずにぜひお願いしたいと思います。それではどうですか、56分皆さんお揃いですか？はい。あ、今ちょっとジェイコムさんが来てまして、撮影をしたくて。
おお。
通ります。ごめんなさい。あ、ちっちゃい。あ、段差があるんだ。あったね。あ、すみません。
Thank you.
はい、の方にお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。またぜひ来ていただけると、はい、もうアミプレント期間中もまたぜひまた、はい、よかったら来ていただけると、また当たりますように。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしております。はい。